どうもまた自分撮りイレブン。ご自分の写真11枚撮ってきていただきました。まず1枚目、これものすごいテンション高い時ですね。え、これ左天野さん？僕の家です。すげえ。おっさんに見える。これもう生きててね、もうかなりくつろいでる時ですね。痩せてない？あ、そうですかね。なんか芸人の顔じゃない、ただのおっさん。あ、これもだからチリとかもみんな上に遊びに来るんですよ。そうなんや。女性も来るんですね。行きますね。うん。来るんだなと思って。来ることありますよ。はいはい。いいですね。はい。続いての写真。あ、夜過ぎです。また普通のおっさん。でけえ。お、万太郎も声優陣もいるじゃないですか。ああ、これちょっとやばいでしょ。ねえ。僕も声打ち持ってますよ。あ、声打ち持ってる。富田さん、こういうの分かります？え？フィギュア。いや、僕も持ってますよ、フィギュア。フィギュアの？え、何の？僕はゴジラが好きなんです。初期の頃のやつですか？初期も今のも。あ、今のもですか？どうなんや、高見田さん、あんまりなんかそういうイメージなかったな。あ、そう。やっぱりこう、馬の置物とか置いてる。馬の置物。発生ぐらいの勢いだろうね。馬の発生？そんなでかいの？やっぱりそういうなんか武将シリーズとかね。武将シリーズ今出てる。武将シリーズ武田信玄のフィギュアとか出てますよね。なかなか出てこないんだからね。坂本龍馬とか武田信長が出なくてさ、出てくるわ。レアだったりするわけ。12個に1個みたいなね。全部上杉謙信だったもん。あ、そういうのありますよ。なんだこれ上杉謙信ばかりみたいな。コンビニで買ってるんですか？どこで買うんだよ。コンビニしか売ってないじゃないですか。コンビニで上杉謙信とかなかったっすよ。え、これ音とか確かめながら買ってるんですか？イメージあるんだよね。ちょっと贅沢だから箱買いとかしちゃったりとかするんですか？うん、そういう時もあったな。あれちょっと夢つかね。夢つかありますよね。子供が見たんだろう。あれ地震の時ものすごい大変ね。この間の震度4の時はみんなが倒れ出しちゃって、本当にトイレに落下していっちゃうのよ。トイレに猪木がこうやって、トイレ入ったらこうなってる。やばい、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 出せ出せ、元気があれば何でも出せる。何でも出しちゃダメだろ。そんな感じだよね。痛い。これ僕分かりました？分かりますよ。ここはちょうどどこ、分かりやすく言うと、ここ出たところ八甲が近くあるんですけど、あのいろんな人があのやってるんですよ。何を？何を？お前大事なところが分かんない。いろんな人がやってるんですよ。だからこれね、実はあの街で見かけた可愛い女の子をですね、あの真正面から写してみようってことで、随分趣向を凝らしてるね。そう思いますね。いや、マネキンじゃない。ちょっと気だるい感じでね。なかなか相手にしてくれないな。これ誰が撮ってんの？これ。これね、あの僕一人でやってたらちょっとね、一人でね、街中歩いて、すいません、実はあの街にかけた可愛い女の子を探して今写真撮らせてもらってるんですけどよろしいですかって聞くとね、みんなね、あ、すいません急いでますからとか言って、全然相手してくれないのよ。変なキャッチの人やと思われて。それで見る見かねてその若者がね、ブザン一つ俺たちにやらせてくださいっつって、みんな一緒になってね、写真入れてくれたんだ。カメラ撮ってくれたんですね。はい。続いての写真見て。はい。あらら。かわいい。この子、この子一番。誰だよ。誰？これ。未来ちゃん。なんで内緒なの。なんで剛が投げに教えるみたいな。で、誰の子？誰の子？あ、そう。それ気になるでしょ。気がするんです。誰の子なの。続いてこれ見てください。この人の子なんですよ。お母さんかわいい。お母さん22歳でね。22歳。山本京子さん、覚えてんねえよ。若いママや。まだ最高。あ、でもかわいい。かわいい。それもいっぺんに出されちゃったよ。何をしてるんですか。いろんなクラントいろいろ。でもレベル高いね。かわいいね。でも本当にかわいい子を選んだんですね、頑張って。僕ね5時間ぐらい歩きましたね。それが
宇都さん的に、宇都さん的にどうですか、この4人。僕はね、正直言いますとね、やはり左の上の方、でもこの方ああいうタイプが好きなんです。ああ、そんな感じね。8年前の彼女と似てますね。お前なんてことかな。電話番号とか聞いたりしなかったの？この方は聞いてません。あ、聞いたんじゃねえか。ナンパしたんじゃねえか。じゃあ程度にナンパとかじゃなくて、街角で今を生きる若者の女性像に言い訳に堂本兄弟で使わなきゃいけないんだみたいなこと言ってナンパしてたの？それ言っちゃダメなの？